タヌキがいる。というわけでね、今日は王子ヶ岳に来てますね。まあ、この、このスポットって観光地としてね、結構有名な場所で、高台にあって、その瀬戸内海が見渡すことができるというね、エリアなんですけどもね。ちょっとね、結構珍しいね、動物とかが普通に歩いているという状態なんですよね。まあ、そういうね、情報を聞きつけて今日やってきたんですけど、もうすでにね、目の前にいるんですよね。ちょっと、野生の、ね、イノシシがいますね。おいで。でっかい。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。うわやばっ。よし、こちらがね、王子ヶ岳で一番ね、有名な場所になりますね。観光スポットの案内とかで写真とかね、出たりするんですけど、まあ一番最初がやっぱここになりますね。晴れてる時とかは、この高、ちょっと向こうなんですけど、三方と高松とか、高松の街が見えたりするんですけど、今日はちょっと曇ってるんで、まあ、瀬戸大橋が見えるぐらいですかね、今日は。タヌキがいる。タヌキがあんなとこに。よいしょ。
い。これどうやって降りる？おーい。ちょっとこれからどこ行こうかなと思うんですけど、なんか展望台っていうかなんかありますね。ちょっとあそこに行ってみようかなと思います。ちょっとこちらにね行こうかなと思います。よっしゃ、一回行ったことあるんですけどね、前なんか閉まってたよ。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。